はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、大相撲の春場所10日目が終わったところで、動画を撮っています。まずですね、武尊富士がね、10連勝中なんですね。10戦全勝ということでね、これはね、新入幕のね、初日から10連勝っていうのは、昭和35年初場所の大鵬さん以来だそうですね。大鵬ってそんな前の人なんですね。64年ぶりということでね、すごい記録ですね。まあ、とにかく昨日のね、大の里戦見ててもですね、とても強いというかね、大の里がね、こう、上手投げに行った瞬間を狙ってたんですかね。一気にね、押し出していきましたけれどもね、とても強いなという印象ですね。今日ね、11日目、琴ノ若戦が組まれたということでね、これとても楽しみですね。琴ノ若はね、序盤に朝乃山と裏に負けてね、5日目までで3勝2敗という成績だったんですけれどもね、そこから5連勝で、8勝2敗で、勝ち越していますので、どんどんね、調子を上げてきていますのでね、武尊富士対、琴ノ若戦、これ注目の一番じゃないでしょうか。そしてね、大の里はね、2敗で追いかけていますけれども、今日はね、大関の貴景勝戦ですね。貴景勝もね、今3敗ということでね、場所前はね、首の調子悪い感じでね、伝えられていてね、まあ悪かったんでしょうけれども、ね、稽古なんかもあまりできなかったということでね、まあ、場所に入ってからね、徐々に、相撲内容も良くなったんじゃないですかね。途中からね、頭で何度も当たったりなんていう相撲もね、出てきたので、今後楽しみだなと思いますけれどもね。まあ、とりあえずあと一つね、勝って、角番をまずはね、脱出してほしいなと思いますね。ちなみにですね、10日目終わった段階で、まあ、全勝が、武尊富士、そして2敗で、大関琴ノ若、新大関の琴ノ若と、大の里がね、追いかけていますね。ただね、今日のね、その琴ノ若、武尊富士戦の結果によっては3敗の力士もね、まだまだ可能性はありますのでね、3敗はね、貴景勝、豊昇龍、湘南乃海、御嶽海、豪ノ山、そして高安と、まだね、この3敗の力士もね、チャンスは十分あると思いますのでね、頑張ってほしいなと思います。そしてね、十両の方なんですけれどもね、朝紅龍がね、初日から、まあ、不戦勝もありましたけれども、8連勝でね、どこまで勝つかなと思ったら、その後ね、今2連敗していますけれどもね、8勝2敗。まだね、トップですね。そして若隆景。若隆景も8勝2敗と、いうことですね。そして大翔鵬がね、大翔鵬に関しては、初日、2日目とね、連敗スタートだったんですけれども、その後ね、8連勝で、トップに並んでいるという。朝紅龍、若隆景、大翔鵬、この3人がね、十両は、トップで並んでいますね。そして3敗でね、水戸龍と、欧勝馬ですか、がね、3敗で並んでいますね。この5人ですかね、優勝争いはね。今日ですね、11日目、若隆景が水戸龍と対戦しますね。そして朝紅龍対伯桜鵬。伯桜鵬もね、ちょっとどうしましたかね。ね、3連勝スタートで調子いいかなと思ったんですけどね、その後3連敗してね。その後また連勝したんですけれども、また連敗ということでね、5勝5敗という、今成績ですね。今日朝紅龍と、対戦しますのでね。はい。そしてね、大翔鵬が今日は千代栄戦ですね。この3つのカードは、注目ですね。若隆景、水戸龍、朝紅龍、伯桜鵬、大
大正法千代栄ですね、はい、というところがですね、今のところ幕内と、十両のね優勝争いですね。はい、あと5日間ありますので、今後の取り組みも楽しみですね。はい、ということで、今日はね10日目終わったところでの、優勝争いについて話してみました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。